やば。おまけのお面めちゃくちゃあるのに全然何も取れてない。これ何？ブーさん。誰？え、これってもしかして生きとる？魚たち叩き寄る感じ？うわー。かわいそうに。なあ、ミカウ。エヴァンの作った曲って、俺たちがセッションしてた曲とそっくりだよな。エヴァン。こいつではない？喋れない。コンサート前に新曲が間に合ってよかったよ。ね、各キャラクターのさ、喋り寄るとき吹き出しに名前書いてくれんかな。この時代ってまだそういうのなかった？でもミカ、練習なしでよく演奏できたな。ったくお前は天才だよ。本物のミカはもうお墓の中なんだよ。これってなんか火つけれる？いや別になんもないか。でもなんかつけたら、つけれるかどうかまず知らんけど。ちょ、待って。つけれんのかな？え、これもしかして、松明とかではない？そこから。違うっぽいな。え、もうこれで全部クリアってことでいいんかな？グレートベイは。ってことは次は、なんだ、どこだ？またとりあえず一回、待って、太陽の翼どんな曲やったか忘れたな。ここってさ、もうあとお面。あ、そっか。この一列、ここがメインのやつってことやんね。え、これってさ、こんだけ間空いとるけど、こんだけなんかもらえるお面あるってこと？これ、ブレーメンまでめちゃくちゃ離れとるもんね。やば。おまけのお面めちゃくちゃあるのに全然何も取れてない。これ何？ブーさん。誰？ C で被ると匂いを嗅ぎ分ける力が鋭くなる。誰ブーさん。あと1個何なんやろ？だってデクナッツ、ゴロン、ゾーラってきたやろ？あと何の種族がおる？え、この時代のゼルダってさ、まだなんかその、鳥の種族みたいなのおらんかったよね。いや、ブレスオブザワイルドではなんか普通に鳥の種族おったけど、え？この時のってないよね。他のなんかこのなんとか族みたいなの。コキリ族とかならあれやけど、コキリ族の話はないんかな。でもなんかその辺の地名も出てきてないしな。どこなんやろ。ちょい待って。まだ覚えてない曲も2曲あるな。太翼の翼。太翼の歌か。下左上、下左上。よし。これでとりあえずクロックタウンに戻るか。ふう、久々に平和な音楽だぜ。で、多分この街からの出入り口で何族のとこか大体わかるんやない。この先のウッドホールに行くのならちょうどいい。今のうちに町から離れた方がいいよ。ウッドホールかな。え、ウッドホールか。え、ウッドホールはデクナッツか。ちょ待って、一旦通らせてね。こっち方向はどうなんやろ。行っとんかな、行ってないんかな。まあ、ってことはこっちでのイベントはもう終わったってことか。どこや。あ、まあ街の中から行くよりも街の外から、多分出入り口、えどこや4つあるよね。出入り口が4つあるけん、今ここから出てきた。でここがクロックタウンじゃないわ、ウッドフォールやなきゃやろ。でウッドフォールはもうクリアしたけん、こっち側は外側から中に入って話を聞いた方が多分分かりやすい。ここはここどこ？悪いことは言わない。この先のグレートベイでもいいから今のうちに町から離れなさい。ここがグレートベイ、なるほど。てかさ、財布を大きくしたいんやけど、あ、待って、でも財布を大きくしたいけどさ、財布ってなんぼ？財布の時点で100とか必要じゃなかった？気のせいかな。店どこや？これは何の店？雑貨屋、ここかな。違うな。違うな、全然。こいつか？はいはい、あんちゃんワインにルピー預けへんか？今日手元に置いといてもたまらんたまらん。今ならキャンペーン中や。貯めたルピーの数に応じて素敵なグッズがもらえるで。例えば200ルピー貯めてみ。今よりもっとルピーが入れられるグッズがもらえるで。あ、これでもらえるってことか。そういうことか。じゃあルピー預けるよ。よっしゃ。で、何本預けてくれるん？そっか、財布、確かに商品としては見かけたことないんかな。ちょっと待って。こっちから行った方が早いな。はい。ほんまに99ルピー預けるんか？まあ、どうせこれ以上たまらんしな。ほんま、大きに大きに。膝パンパンしすぎやろ。あんちゃん名前は？あゆなさんね。あ、でも、あ、そっか、まあ、いっか。ここで貯めとっても戻ったらないよなって思ったけど、戻ったらそもそもお金もゼロになるんか。じゃあ一緒やんね。ほな、預けたこと忘れんよ。あんちゃんの体に特殊なインクでスタンプをさせてもらうわ。怖っ。安心しいや。色もつかへんし、体にも害はないから。マジで？よし、これでワイが見たら一発でわかるようになった。どういう仕組み？怖っ。これであんちゃんから預かったのは全部で99ルピーや。またがっぽり稼いで預けに来てや。200貯めんとあかんのんやね。で、ちょっと他の入り口から入るね。ここがグレートベイ。ことで、下と左はもうクリアしとると。で、こっちはさ、あれやない？ゴロンのとこやない？多分違うかな。あそこのね、氷。あれ、ゴロンのとこやろ。そっか、この世界線のゴロンのとこはまだ凍っとんか。はい。この先のスノーヘッドに行くのならちょうどいい。今のうちに街から離れた方がいいよ。ほら、スノーヘッド、ゴロンやんね。じゃあ、ここもクリアしとる。ゴロンとスノーが全く、ね、合わんけど。あそこ行ったことないとこか。何あの建物。左側の。なんかよくわからん建物やったな。あれ、こっち側が行ったことないとこってことでいいんかな。ここはここはここから出たらロックビルに行ける。悪いことは言わない。今のうちに街から離れた方がいいよ。ロックビル行ったことないとこや。こっちやな。あれでもな、今から行ったとこで、あーでもな、まああれか、ワープポイントを増やすためにとりあえず今このまんま行っといて、ワープポイントを増やして何？ワープポイントを増やして時を戻すっていうのもありやな。何？キモいんやけど。何の音？あ、ボム中？でもさ、なんか多くない？多くない？痛いって。あ、ここ、あれやない？エポナやない？あ、それか。ちょっと待って。なんか湧いて出てくる。めっちゃ。ね、そこのボム中、ちょい。こっち来んな。こっちじゃなくてさ、ここ破壊して破壊して。え、これ破壊したところでか。え、なに、あっちから。破壊できんやん。痛いって。壁から出てきた。やっぱエポナやな。ちょ待って、エポナ呼ぼう。エポナで来えんといかんやん。エポナ、はい、上左右、上左右。来た。よっしゃー、一発で超えた。いえ、まだか。待って、そんな連続であると思ってなかったぞ。いけたー。よし、これはあ、これはあれか、あと何時間ってやつやんね。ほら、あそこの、ちょ待って、おろして私を違うんよ。はい、で、そこのいひひ、お前さんこんなところで何してる。こっからどうやって行くんやろ。え、何、どういう状態それ。顔あるなくない。一つ目、この先のイカーナの丘はこのように恨みや未練を残して死んでいた魂のさまよえる地。今も魂を救うものを求めてさまよっている。残念だがお前さんのようなものが来るところではないな。でもどうしてもというのなら、牧場あたりでさまよえる魂に宿る面を手に入れることだ。牧場？ロマニー牧場のこと？そういうことではなく、その面がなければ奴らの魂を救うことはできないよ。それまでここを通すわけにはいかないな。いひひ。どういうこと、どういうこと。今私持ってない今私持ってない。これは動物の子供たち。絶対違うな。え、せっかく私が今ここを越えてきたというのに、ここなんかありそうじゃないね。ここめっちゃなんかありそうじゃない。なんもないん。絶対なんかあるって。あれ、そこから登れるんやない。てかあれやんね、エポナに乗った状態やったらさ、私めっちゃ無敵じゃない。体力全然減ってなかったよね。え、登っていける。なに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 な、これイカーナの墓場。あれは人かな。絶対なんか現れるやん。お、天使の涙いざなうメロディー、ここに眠る。天使の涙いざなうメロディー、何それ。なんかめっちゃ中二病みたいな。あ、ごめん、お墓乗った。イカーナの勇敢なる兵士の魂、ここに眠る。いや、びっくりした、びっくりした、めっちゃびっくりした。やめてや、背後に。ほら、この墓地を守っている墓守の断平だ。ん、墓守の断平。え、断平さんめっちゃ聞いたことあるんやけど。ムジュラ以外にも出とるよね、この人。え、気のせいか。断平さん他のゲームにも出てない。ゼルダのさ、時のオカリナとか出とった、もしかして。うん、断平さん普通にしてやった気がする。顔は怖いけど悪人じゃねえぞ。ここにある墓はみんな山向こうのイカーナ城の王さんの家の墓だ。今でも夜になると幽霊が出るおっかねえ墓なんだぞ。うわー、夜に、え、もうすぐ夜やない。夜になったら多分地面からボコボコ出てくるんやろ。うわー、やだーやだわー。え、夜になったらさ、断平さんもおらんなるよね。さまよえる魂封じ込める器、ここに眠る。器ね、なんか音楽変わった気がするんやけど。来んな来んな。え、でかくない気のせい、でかくない。もう夜になるやん。やめてや。傷ついた魂癒すかけら、ここに眠る。なんなんかけら。真実の目を持つ者が現れしとき、かけらは目覚めん。真実の目？なんかお墓一個一個に何かしらのヒントになりそうなことが書いとんやけど、よくわからん。なんか骸骨が。え、てか、何の音？声？あ、またここにもなんかある。なんなんやろうな。あそこでなんか吹けばいいってことか。え？なんか座り方かわいい。犬みたいな座り方しとる。これ、断平さんのお家？鍵がかかってるからきっといないわよ。断平さんのお家かな。ねえ、これは。ねえねえ、これは。え？え？何なの？通れないの？ネヨルってことでいいんかな？目覚めのそなた。え？生きとんかな？骸骨やけど。まあ、いっか、とりあえず、上左、上左、A、右、A。んで？うわー！門破壊した。え、なに、どっか行く？どっか行く、どっか行く。こっちに向かってくるわけじゃない。なにこれ？我が魂を目覚めさせる者、我と戦い、燃え盛る炎を消したもん。誰？我。なんかどっか行くんやけど。えい！なに？ビビったー。こいつらをやっつけていけばいいってこと？多分これ一個一個の。はい、また来た。なんかあれやな。あんだけ小さい頃キモいな、怖いなって思いよった骸骨、特に怖くないな。それより全然さ、水中におる骨の魚が気持ち悪いなって思う。もう夜になったらさ、地面からわさわさあの骸骨たちが出てくるのが嫌で嫌で、私に追いつくことすらできるとは、所詮はその程度の力であったか。あ、何？スピード勝負やったんこれ。マジでまた寝るんやないんこいつ。あれ？え、なんか地面に入ってったんやけど。マジか、スピード勝負か。え、なんか地面に埋もれて、あ、宝箱ある、そこに。なるほど。え、これどうすればいいん？え、これは何？どうすればいい感じですか？おらんくなったんだけども。おらんくなったんだけども。え？どうすればいいんですかね。もうあれかな。一旦1日目戻る？戻ろっか。せっかくやしね。もうこの世界線でやることないやろ。なんかさ、エヴァンゲリオンこんな感じじゃない？エヴァンゲリオンちゃんと見たことないけどさ、こんな感じのじゃなかった？ちょっと待ってね。どれやっけ？時の歌か。右 A、右 A、下、右 A、下。よし。はい、戻ります。で、時の逆さ歌ね。マジで毎回毎回やらんとってか、ミント全然覚えれてないやつ。よっしゃー、行くぜ。早く進ませて。骸骨のくせに早いんやって。マジめっちゃ早いんやって。早く一旦あそこでさ1回目立ち止まってしまったけんさ、それでダメやったんよねきっと。もうおらんけどこれはどうやったら早く行けるんやろうな。あ、またそこに今曲がり角を曲がったところや。痛い。待って、燃えよる時間めっちゃ無駄燃えよる時間めちゃくちゃ無駄。いや早いってめっちゃ早いって。くっそー、もうちょいあれやな、体勢整え直してまたちょっと気持ち新たに次回頑張ろうはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter をフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。マジか。まさかこんなね追いかけっこで行き詰まるとはきつい。あれリンクってダッシュできんかったかな。まあダッシュできたところで足止め食うんやけど、つらー。もっと矢を正確に打てるようになりたいね